It seems the goddess of war smiles upon me. Where am I? I should be in Japan. That's no way to welcome a visitor. Is anyone there? No hard feelings. この異様な空間から脱出せねばならん。力を貸してくれ。You're a ninja-like Hanzo. I could not ask for a better companion. 状況が全くわからないわ。誰か近くにいないかしら。お会いできてよかった。この世界は一体俺も気づいたところだ。今は眼前の脅威を退く様子を見るとし、見て、Prepare to die! 私たちの他に誰かいる。自己紹介の窓だったか。俺はリュウ・ハヤブサ、彼女はアヤネという。I am William. I was supposed to be in a place called Japan. どうやら三人とも、いきなりここに連れてこられたようね。あなたたちは人間？なら、狩らなければ。それが役目なら。やめて。なぜ私たちを襲うの？なぜ？それが私の役目だから。あやね、話が通じそうにない。ならば戦うまで。化け物たちは振り切ったみたい。この先は静かそうだから、行ってみましょう。なんと済んだ機関。ここは。よく来てくれた、異界の英雄たちよ。英雄。この世界を救うため、どうか私に力を貸してくれ。ねえ、うん、ほう、ああ、この世界は泉の奇跡の力によって長く繁栄してきた。もともとこの地は作物の一つも実らぬほどに荒れ果てていたという。
歴代の王が三種の神器によって泉の力を操り、各地の祠に恵みを行き渡らせることで人々が暮らせるようになったのだ。しかし禅王が亡くなった時、泉と祠は急激に力を失った。そして新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れてしまったのだ。そんな中、母上は私たちに古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い、世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄、祠に己が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし者、戴冠の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさ。この言い伝えに従い、私の妹玉木はあなた方をこの世界に呼んだ。泉に残された最後の力と引き換えに、異界の英雄はこの世界に対して多大な影響力を持っている。その力を祠と大地に分け与えてほしい。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉はよみがえる。それが母上の見立てだ。あなた方を巻き込んですまない。どうか私に力を貸してほしい。共に戦ってくれ。ねえ。いや、ちょっと、頼む。なるほど、承知した。よい。Understand。感謝する。竜様。ああ。そうね。ねえ。英雄よ。頼む。英雄よ、頼む。英雄の鍛錬相手に選ばれるとは光栄だ。まずは私の言う通りにやってみてくれ。You get no quarter from me.思う存分やるがいい。常に冷静になって思う存分やるがいい。俺の定めと知れ。常に冷静になって
できる。闇を目覚め。水産次はこれを頼む。見事な手並みだな。Prepare to die。では今度はこれを試してくれ。なるほど、素晴らしい武勇だ。さすがは英雄だ。最後は私が相手を務めよう。その実力、しっかり確かめさせてもらった。あなたがいれば、必ず世界を救えよう。英雄よ、すまない。ねえ、その通りだ。いや、すまない。承知した。すまない。儀式を行う前に敵を排除しなければ。英雄よ、力を貸してくれ。ジェイ、英雄を呼ぶ儀式で玉木の力が暴走した。それで彼らも別の世界から迷い込んだんだ。他にも様々な化け物がいるかもしれないな。これもいいのか。このような地で貴様らに会おうとは。玉木、やはり王位を目指して戦うか。まっすぐで優しいお前らしい。いざ、この超知竜と勝負してもらおう。超知竜、参る。この風景、日本によく似ているな。いや、この地は永遠。ゴー、サーシャ。地球の思念で変化したもの。
誰かの元の世界がこのような景色なのだ。英雄はこの世界に大きな影響力を持つ。荒廃した大地をここまで変えてしまうほど。まあ少しはやるようね。私が王にならねば世界は滅びてしまいます。なぜ阻むのですか、お兄様。ここは私が。兄弟のように戦うなんて、そんな。玉木ちゃんは私が守ります。私は敵と話す言葉など持たない。お兄様、冗談ですよね。Let's do this。 気迫を持って支えよう。お母様から聞いたではありませんか。ほう、面白い。私が王にならねば世界は滅びると。誰が何と言おうとお前を王にはさせない。面白い。諦めぬと言うなら倒すだけだ。闇を召さん。お邪魔かしら。できる。できる。じゃあ、お兄様、どうして。これに懲りたら王など目指さぬことだ。いいな、玉木。お前に王位は渡さない。真に王となるべきなのはこの俺だ。やつは私のいとこ、刹那だ。あの様子を見るに、戦うしかないようだな。戦場では拠点の確保が重要だ。制圧すれば、戦いが有利に進むだろう。刹那さん、マリンが行きますね。見事、よく鍛錬しているようだな。指揮、引いてくれ。できないなら兄代わりだろうとお前を倒す。早い。私が行くわ。無限変身竜破人魔。お前が戦うのは家族を守る。その言葉はまことだ。ああ、そのために今は勝つ。無限天神竜破人魔。族を傷つけよう。二度と王になろうなどと思わぬように。非難も覚悟の上か。今はお前を信じ手を貸そう。しばらくしたら援軍が来るはずだ。信長さん、それまで敵を抑えててくれ。やめないでください。よかろう、やってやるにゃ。私の名はマリーローズ。よろしくお願いします。刹那も王を目指しているとはな。想定通りではあるが、今が好機だな。みんな刹那のもとへ向かうぞ。私が行くわ。
は。もうすぐ援軍が来る。みんなあと少しだけ耐えてくれ。ゴーサーシャ。援軍か、厄介だな。到着前に急いで刹那を倒さねば。Prepare to die。 このままではまずい。どなたか援軍を。私が行くわ。まさかお前も王を目指しているのか。玉木につくものだと思ってたんだ。私には私の考えがだが、それはお前や玉木を王にすることではない。全部を話すつもりはないってことか。秘密主義とはお前らしいな。 Prepare to die。 I never imagined I'd be a dynasty warrior。シキ、俺は絶対に諦めないからな。刹那は引いたか。勝てたのは皆のおかげだ。礼を言う。英雄よ。うん。邪魔者はいなくなった。そろそろ私の目的を説明しよう。かつて初代の王が泉を作り出した時、突然黄泉という魔物が現れて世界を滅ぼそうとした。王は黄泉を倒し、泉の底にこれを封じた。この世界のものなら子供から大人まで知っている話だ。誰もがただの伝説だと思っているかな。だが黄泉は実在する。亡くなった私の父が今はの際に教えてくれた。黄泉の封印は長い時を経てほころんでしまった。奴は今泉から力を奪って完全に封印を解こうとしている。このところの王が全て短命なのは、黄泉が泉を通じて王の命をも食らっているからだ。その上、黄泉は己の意識を何者かに取り付かせ、私たちの動向を監視しているらしい。このまま行けば、強大な力を秘めた玉木が王に即位し、新たな犠牲者となるだろう。しかし、私は妹を黄泉に捧げるつもりはない。この世界のどこかに黄泉の封印方法が記された黎明の碑というものがある。英雄よ、どうか私と共に碑を探してくれ。そして共に黄泉を滅ぼし、世界を救ってくれ。その通りだ。まったく。うん。そう。ああ、なるほど。頼む。承知した。感謝する。
英雄様。ええ。